どういったものなんですか。これはね、もう本当にプレイステーション3の、ソフトの開発機。あ、これとこいつも連動してる、うん、そう、これとこれセットで。あーあー、プレイステーション3テスト。なんかもうベータとかそういう状態になったものをこれで作ったんですか。うん、PSP、PSD もテストです。テスト、DS、 DS のマシンを開発、ソフトを開発、エミュレーター、エミュレーター、エミュレーターチップ持ってる。あ、そうなんだ。海賊版。無理やりぶっち込んでる感じですね、これ。うん、Nitro IS Nitro Emulator、Nitro Emulator、 これがあればもう普通に DS で使える、ゲームをもう開発できて、2年生、今の2年ゲーム学科の2年生なんかはカートリッジも搭載であるので、作って、なんか家持って帰ってやってみて、面白くない、もうちょっと変えよう。あ、なるほど。何のプログラムですか。プログラム、言語、言語、プログラム、ランゲージは、なんだろうね、 C とか多分そこら辺を使ってるんだと思うんだけど、C++ とかなんかそういう C++、それぐらいしか知らないけど。ダブルスクリーン、ダブルスクリーンで、こっちで PC 動かして、こっちは、まあ、この画面だと小さいから、あ、映像転送して、あ、こんなことまでできる。この中で2画面になるんですか。うん、これ2画面じゃない。あ、そう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 。いや、片方しか映んないんじゃないのかな。切り替えはできるけど、こっちで動かしながらこっちに行く。あとは奥にあの Wii、 おお、ビーのリリーも。本体はないんですね。本体の代わりにこいつがある。本体の代わりにこれ。